どうもこんにちは、ミカスです。はい、アタッシュケース、ちっちゃいアタッシュケース、今日はこちらを紹介レビューしていこうと思うんですけど、なんかね、ちょっとカーボン柄っぽいね、あるアタッシュケースに入ってる、これが何かと言いますと、こんにちは、出た、電動コーヒーミル。はい、電動コーヒーミル、アタッシュケースに入っちゃってますけども、はい、こういった商品なんですね。早速ちょっと出してみましょう。よいしょ、おい、うわー、結構重いんだ。こういった商品なんですよ。まあデザインがですね、非常にかっこいいです。かっこいいで、付属品がなんだこの蛇腹のなんか、あとこれはここのマットというかね、ですね。ブラシ付きの計量スプーンというか、あの豆をこれですくって入れるわけですね。はい、それからなんかアルミの筒、はい、なんかアルミの部品がもう一個。さあ、ではですね、ちょっとこれ見ていこうと思うんですけど、こっからね、豆を入れるわけですね。上からね。で、実はここちょっとダイヤルがこれいろいろついてまして、この回転することで豆をどういう風に引きますかというのがまず選択できるんですよ。例えばね、まあこれエスプレッソって書いてあったり、モカって書いてあったり、ドリップコーヒーだったり、まあいろいろ書いてあるんですけど、豆の引き具合をここで、まあ細かさを変えるというかね、ことができるようになっています。はい。で、ギュイーンと引いた豆がこっから出てくるわけなんですけども、まあ例えばですけど、こういうふうにやる。そうすると、この中に、引いた粉がバーッと入るわけですよね。っていうものなんですよ。ちょっとね、いろいろ見るってあると思うんですけど、デザイン的にかっこいいし、だからこのギミックがね、ギミックいいですよね。ただ、戻すときは押さえてないとダメかな。で、ちょっとね、外してみましょうか。これ、回せば外れるのかな。で、このダイヤルを外すと、はい、このように中に立派なミルが入ってるんですけど、はい、こっち側もこんな風にね、なっております。はい。ちょっとね、これ、どんな感じに弾けるのか、楽しみですね。多分、かなり本格的な、豆引きができるんじゃないのかな、と思います。では、ちょっとコーヒー豆入れて、早速やってみましょう。さあ、では実際にコーヒー豆ね、用意して、入れていこうと思うんですけども、まあ、先ほども言った通りですね、ここのダイヤルで36段階、非常に細かく、制御できるんですよね。引き具合、細かさ。はい。まあ、とりあえず、ドリップコーヒー用で、まあ、真ん中辺でやってみましょうか。はい。じゃあ、ちょっとね、コーヒー豆を、とりあえずちょっと2杯分引いてみましょう。で、90度、ドリップコーヒーには90度がいいみたいなんですよね。だから結局これ斜めにすることで、このね、ミルに対して重力がどう働くかみたいな、そういうことなんですかね。はい、まあちょっと一回蓋閉めましてと。はい、で、ね、このコップを用意しまして、じゃあ早速ね、90度でまずはスタート。うお、これすごいな。はいはい、じゃあ今、24かなで引いた、感じが、はい、こんな感じの細かさですね。なるほどね。まあ確かにドリップにするにはちょうどいい感じなんですけど、じゃあ同じこの細かさで斜めにしたらどうなるかやってみましょうか。斜めモードね。斜めモードの方が飛び散んなくていいんじゃないのって気がするんですけど、じゃあスタート。
なんだろうな、これ見た目的にはあんまり変わんない気がするんですけどね。まあこれが45度モード、こっちが90度モード。まあ何しろめちゃめちゃ便利ですよね。すごい速さ。はいはい、じゃあ次に豆をめっちゃ細かくした場合どうなるのか。で、今はね、5と6の間ぐらいにしてみました。これでちょっとやってみましょう。ポチッとな。いやー、しかしね、このコーヒーミル音があんまこうガリガリバリバリっていう音はしないんですね。あ、ほらもう今度はね、すごい土みたいになった。はい、こっちが、まあ、ドリップコーヒーに最適な、細かさで、いや飲入するな。こっちが、もうエスプレッソとか用、ほらすごい細かい。もうほら触るとね、こっちはこうやってもこんなもんですけど、もうほらココアみたいですよ。はい、こんな感じに引き分けができる。で、結構コーヒーって本当このなんていうんですか、引き方のわずかな差で味が全然違ったり濃さも変わったりすると思うんで、まあ自分の好みをね見つけていくっていうのも楽しいですよね。はい、で今ね、まあ使いましたと。でこの中、まあ、ミルのところがね、コーヒーの粉が詰まっていると、これを乗っけてエアーでズボッとこう押してあげるわけですね。中に詰まってたやつが風で押し出されるんで、まあ比較的メンテナンスもしやすいのかなと。簡単とかそういうレベルの話ではなくて、どっちかというと本格的なコーヒーが飲みたい人に向いてるんじゃないのかな。まあ何しろその全自動のコーヒーメーカーとかも楽でいいんですけど、別にこれだったらね、ここにザザッと入れてビーンとこう出して、でもう普通にフィルターの上にザッと入れてお湯かければいいだけなんで、まあ別に全自動じゃなくても結構楽にコーヒーが引けるのかなっていうふうに思いました。で、あとですね、今気がついたんですけど、実はここね、今このゴム外したらもうマグネットになってて、ここかね、この90度のとこか、ほら45度のところか、どっちかでこれ固定されるようになってたんですねだけどこのマットシリコンの置くと、あ、うっすら磁力残ってるんだ。あー、なるほどね。まあこれはあってもなくてもいいのかなっていう正直気はするんですけど、はい、まあ、そんな感じでですね、非常にこう多くの引き方、引き具合が選べるミルになってますので、まあどんな人の好みにも合うのかなという気がしてます。でこの中のカッターバー、チタンコーティングの刃なんですけど、これが日本の限定仕様らしくて、まあ、摩擦熱が少ないので、そのコーヒー豆に悪影響を与えにくい、酸化しにくいということで、味も間違いないということみたいです。はい、ということでコーヒー入れてきました。今、引いたやつを全部入れてみました。半分はエスプレッソ用みたいな感じだったので結構濃いですね。じゃあいただいてみましょう。あ、すっげえいい香りするわ。いや、あのね、コーヒーって当然豆によって味全然違うじゃないですか。だけど香り高さって結構豆の引き方でも変わるんですよね。でこのハイブリューで引いた豆は非常に香りが豊かです。プンプンします。うん、確実にうちのコーヒーメーカーで引いたよりうまい。以上です。じゃあ犬。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあ犬。